ございます。今日はポーテックツアー熊の枝でございます。捉えてもらいたいところ、水戸企業高等学校、セッターがですねチームでございます。さあ、その紅葉の葉をぜひぜひお客様に、そんな風に語ってくれました。お花を受けてるときどんな気持ちなのか、そんな答えが脳内お花を歌ったけど。そして一方の一気にこのまま逃げ切るぞと、そのアリウム1分前、そのアリウムが今度手にしましたのがオーバーフーカー。左側の写真機にもピンク色のお花を生けてない。264で茨城県立保線高等学校チームアリウム小野瀬はるか大和風花が見事に勝利いたしました。花いけバトルは今日で3回目なんですけど、1回も優勝したことなくて惜しいとこまで行ってたんです。で、今日3度目の正直で優勝できて本当に嬉しいです。今大会で3年生が私一人というプレッシャーもあり、しかも最後の大会ということで、今までいつも惜しいところまで行っていつも優勝を逃してしまって、本当に最後の思い出に本当に嬉しい結果が出て、本当に楽しくて嬉しかったです。ありがとうございました。花いけバトラーの皆さんと共にこの高校生花いけバトルをお送りしてまいりました。